前に忘れ物がないか確認しときましょう。もしまだ何か買いたいものがあれば急いでちょうだいね。承知した。頼もしい会長様。ちょっと何言ってるのよ。確かにクロリンでは何も間違ってないね。会長様は本当に頼もしいと思うよ。フリーナ、私が引っかかってるのは頼もしい云々じゃなくてその態度の方よ。態度。そういえばクロリンデがプライベートではこんなに話しやすい人だとは思ってなかったよ。仕事中はあんまり言葉を発しないから人と関わるのが嫌いなのかと思ってた。仕事とプライベートは別ですから、場をわきまえるように気をつけているんです。相棒もパイモンも道中気をつけてね。なんで急にカッコつけてるの？まあ確かにカッコいいけどね。強いのは事実だ。君たちとおしゃべりするのは楽しいよ。妖艶荘に来て本当に正解だった。今度また一緒に旅をしてもいいかな？